冠山は愛媛県松山市の道後温泉にある小高い山。道後温泉本館の南隣に位置し、一角には道後温泉を祀る湯神社や歌詞の神様である中島神社がある。山頂は鳴らされ、道後温泉本館と椿の湯の利用者向けの市営有料駐車場となっている。冠山北側には車道があり、駐車場を利用する車はこちらから出入りする。 このほか、道後温泉の湯を、本館や近隣の旅館、ホテルに配分する分、湯葉県市の温泉事務所がある。本館及び椿の湯の利用者は1時間まで無料。南側は湯神社への表口で、石の階段がある。その下の道は、伊佐寺葉神社の参道となっている。山腹は深い緑に覆われており、憩いの空間となっている。かつては、冠山に、 温泉保養レジャー施設、温泉センターがあったが、ス内ウチ都市オーナーの奥道後温泉との競合などにより次第に振るわなくなり、閉鎖、取り壊された。2019年、遊歩道に足湯も備えた休憩スペース、空の散歩道がオープンした。この施設は道後温泉本館改修工事のビューポイントとする狙いがあると報じられている。保存修理工事中の今こそ、 道後温泉本館へ。これを逃せば、次のチャンスは何百年後。松山市公式観光ウェブサイト2020年5月10日閲覧。道後温泉、7年かけ本館改修へ。影響緩和に待ちぐるみ合わせ日本経済新聞。https www. 日経 .com アーティクル。ヤクスムズを3242万9510。 Z20C18A6ML0002020 年5月10日、閲覧。ありがとうございます。